宇野社長とお会いして、これほど真っ正直な気一本なのか、なかなかお見受けされないという感じで、私自身が大ファンになったわけでございます。今の会議に出ても、なんとか福岡をですね、面白くしたい。それで、いい企業がいっぱいある。それを取り上げて、それをできるようなものに出そうという努力する。健康食品の業界者がたくさんあります。明らかに、ミスリードだな、この記事は。そんな情報を信じたら大変なことになるぞと、ノッとする記事もあります。唯一、消費者庁や業界に偏らず、客観的な間違いのない情報は、データバックスのヘルスケア事業部に発信される ID、ヘルスケア誌です。まず、この福岡のですね、この専門ゆかりのない私が、この情報発信をし続けて40年間、これだけの人たちとの巡り合い、これをさせていただいたオープンなフードというのは、この方が福岡だったから40年やってこられて、これだけの友人知人ができたんではないかなと思っております。データマッチさんの発表するご案件と本日の中で5000人の方のご提唱応援を記念しまして、発この場じゃねえ、残念。ありがとう。